皆さんこんにちは。本日は採用スクエアにお越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいまのお時間からですね、採用スクエアウィークエンド新聞横丁ミュージックライブスタートさせていただきます。7月からですね、こちら新聞横丁週末のイベントが開催されております。ここ採用スクエア新聞横丁は週末金土日に沖縄の飲食でしたり食材を中心にお買い得な商品を皆様にお届けするイベントです。新聞横丁の新聞とは沖縄の方言でおまけという意味がありま す、ね、この新聞するさとかおまけするよとかいろんな町具屋とかで言っていうことやり取りがあるかと思うんですけれども、この採用スクエアでもこのシーブンの気持ち、おもてなしの気持ちを持って、いろんな地元の方とあと観光客が交流できる拠点となることを目的としてスタートをしました。でその採用スクエア新聞横丁をより多くの方にご利用していただくために今後も盛りだくさんのイベントを企画しております。本日司会を務めさせていただきます、私中智美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ぜひですね、サイオンスクエアカーゴスお越しの方、そして今国際通りですね通られている方もですね、この後素敵なジャズライブ3組お届けいたしますので足を止めていただければと思います。それではお待たせいたしました。本日のジャズライブですね、オープニングを飾っていただきますのはサックスのジョジョさんです。プロフィール私の方から紹介させていただきます。中学の吹奏楽部でサックスを始めたそうです。で2015年よりサックス1本のみで演奏するビートボックスサックススタイル、これは沖縄だけじゃなく日本で唯一のスタイルなんですけれども、このビートボックスサックススタイルで今活動をなさっております。一体どういったものなのかっていうのも私もすごく興味津々なのでぜひ見ていきたいと思います。それではご紹介いたします、サックスのジョジョさんです。拍手でお迎えください。どうぞ。
Thank you.